の冒険だ。なんてったってゴブリンなし。エルフがそう軽率に久しぶりとか言うな。ノブセ殿は上機嫌ですな。よきかな、よきかな。だって本当に久々じゃないの。あいつが絡むとゴブリンばっかりだしさ。そうでしょうか、そんなにゴブリン退治ばっかりでした。この子はもう手遅れかもしれないわね。あまりそのそんなことはないと思いますし、そういうことは言わないでいただけると。はいはい、友達の前だからでしょ。わかってるってね。よろしくお願いします。どうもどうも。しかしてかようなご友人がおられましたとは知らなんだ。やりん持ち方も様になっとるしの。鉄んやりか。そっかな、あんましまだ慣れてないんだけど。なに、上等上等。どのようにして地球を得られたので。お祭りの時だったっけ。そうですね、お神楽を見に来られて。それで先だっての迷宮探検競技でもお見かけしましたな。そうそうそうなの、こういうのって初めてだからワクワクするな。でしょでしょ。でも初めてか。まさかゴブリン退治もやったことないなんてことはないわよね。うん、ゴブリン退治は1回やったよ。おっかなかったな。あ、2回かな。ちっちゃい頃村に来た冒険者さんのお手伝いしたんだ。さすがにそれを感情に入れるわけにはいかんだろ。だよね。じゃあ僕がやったのは1回だ。他にはどんな冒険をされたのですか。そういえば伺ってなかったですし。いろいろかな。みんなと一緒にね、世界を救ったりとか。おっと、これは大きく出ましたな。拙僧らも負けてはいられませぬな。とはいえ今回は火攻めも水攻めも爆発もなし。最高よね。え、あ、そっか、そういうのなしなんだ。当たり前でしょ。あなたまさか敵をやっつけるためなら何やってもいいとか思ってない。そりゃ思ってないけど。でもいいのかな。当然冒険なんだもの。うん、だよね、そうだよね、冒険だもんね。